はい、こんにちは、勝又博物館です。さあ、今日はこちらサウンドガオレンジャーということで、1番の G フォン全3種類でございます。本来であれば 2番の獣王剣、切り裂き音が鳴って召喚獣が発光と。で、次ガオメインバスター、発射音が鳴るぞ獣公開閉鎖のと、3種類でございましたけども、今回はこの G フォンのみ変身アイテムですね。アンテナが伸びてコール音が鳴るぞということで、携帯電話タイプ、ヒーロータイプ、アニマルタイプ、ガオアクセスですね。で、今回は机ではなくね、このガオレンジャーのおもちゃをバックに動画をね、やっていけたらいいなと思ってやっております。開けると、取り出すとこんな感じ。もう昔の、いつの2001年、約20年前のものになりますので、シールがね、多分パキパキ貼れるかな。このシール白くないですからね、もう黄ばんじゃってる。で、セット内容こんな感じになってます。すごい。もしかしてこれ音鳴る？こっから違うか、こっちか。ああ、ある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 。でも電池が多分ないから音鳴らなさそう、鳴らなさそう。ボタンを入れてみる。なったら奇跡。あ、なる。すごっ。マジで携帯のコール音じゃん。すごいね、なるんだ。ちょっとびっくりなんだけどなるの。すごい出来じゃないこれ。300円ってやばない？すごいと思うんだけど。これはどうやってくっつくんだ？こうか。ああ、できたできた。懐かしい。で、デラックス版のね、当時の変身アイテムがね、俺あると思ったら実はないという、実はないという、全然ダメじゃんって感じ。デラックスがあるから、デラックスがあるところで比較しようと思ったのに、ないんですよ、まさかの。最悪。すげえ。これシールつくかな？ぜひついてほしいけどね。あー！つく！嬉しい！めちゃめちゃ嬉しい！ノリ残ってる！すごい！これ嬉しい！ガオアクセスできる。めちゃめちゃ嬉しい。すごい。ちょっとボタンがね、かなり触れるな。じゃあちょっと組み立てしたいと思います。こちらの足の方もね。はい、できました。めっちゃむずかった。なんかめっちゃむずかった、ここら辺。結局開いてね、見ました。もう無理だなと思って。はい、こんな感じですね。今の部分ちょっとおかしくなってましたけども、しっかりと後ろにコンパクトにまとまっております。で、こんな感じ。すごいよね。開いてアンテナ伸ばして、ガオアクセス、ちゃんとアクセスできるよと。この音いいよな、意外とコール音。さあ、それではじゃあアニマルモードにしていきたいと思います。アニマルモード、足すごい、もうバグってて、なんかコール音めっちゃ鳴る。これね、結構ね、しっかり入っちゃってるので取り出すのが難しくてね、ポロッと取れちゃうんだよな。結構意外としっかりポロッと取れる。はい、足1個取り出せれば取り出せる。足、こっちが足ですね。はい、で、手はこれじゃあどうするかっていうと、ここをね取るんだけど、これ普通にね、はい、穴に入ってるだけなので、1回取ってここにスライドではめます。で、そうするとこれで前足になると。
こっちも同じようにスライドではめて、でここに入れると前足になると、はい、これでアニマルモードですね。しっかりできてるね、アニマルモード。でここからヒーローモード、変身した時ですね、はい、クッと足を伸ばして、はい、顔を出します、顔を出します、色つけましたんでね。で手を下ろせば、これでヒーロータイプかな、ヒーロータイプ。ちょっとなんか変な感じするけど、まあこれで OK。 こうやって書いてあるからヒーロータイプ。いいね、なんか可愛らしいねいいね、顔がでもしっかりしてるんだよな、ガオレンジャーっぽい顔してて。いやー、この食玩すごいな。当時300円ですからね、やっぱ頑張ってますね。2001年当時で300円、これ頑張ってますね。10億円欲しかったな、切り裂き音が鳴る。てかマジで本当予想外だったな、あのないっていう、まさかの。デラックスもあると思ったんだけどね、多分ねあるのはね箱なしなんですよね。箱なしである、絶対ある、持ってるもん。だけどここに今ないってことは、多分箱なしのおもちゃゾーンにね入ってるってことだと思うんですよね。やっぱここちょっとしまうの難しいな。はい、スライドで取ってここに入れると、はい、 OK、 できた、いいね。はい、ということでこんな感じでございました。まだね、そういえばこれ全部ガオレンジャーのおもちゃってレビューしたと思ったんですけども、多分このね究極アイテムをねレビューしてないですよね。はい、ガオライオンアニマルショー特別カラー版、これもね動画でいつかやろうかやろうと思ってたんですけども、これ多分100名限定のガオライオンだと思うんですよ。検証、テレビマガジンかなんかの検証で当たるガオライオン、当選おめでとうって書いてあるから。そうで、これが入ってるんですよね、このカラーのガオライオン。やばいでしょこの色のガオライオン。普通ガオライオンって赤なんですよ、まあそこに見えてると思うんですけども、赤なんですけど、これは赤じゃないガオライオン。これね、当時っていうか最近、最近って、でも最近のね、ヤフオクでね落札して、いくらだったかな、6万ぐらいで落札したかな、相当高い値段で落札しちゃったんだけども、やっぱガオレンジャーのおもちゃはねほぼ全部集めてきてるので、まああとガオパンダもないんですけども、それも検証だったかな。お、携帯が落ちたはい、まあそんな感じでガオレンジャーのレビュー動画たくさんあるので、よかったら見てみてください。今日は食玩のこちらサウンドガオレンジャーでございました。めっちゃいい商品でしたね。それではまた明日。